久保さん。あのー、まあ、僕はいろいろやってきて思うことがですね、自分に価値があれば、お金は無限に作れるっていう。<laughs> ま、何かっていうと、まあ、僕は昔ゴーストライターをやってた時とか、ま、いろんな、まあ、販売手法をやってきて、こねくり回したりとか、いろんなことをやってきましたけど、今、久保さんに近づ、近づきつつあるんですよね。 何やっても売れるっていう。もちろんその売れる本数は、あの、前後ありますけども、売れないっていう商品はないですね。じゃあなんで売れないっていう商品がないのかっていうと、自分に価値を高めて自分の価値を感じてくれる人がいるからなんですよね。例えば、金麦研究所っていうサブスクがあるんですよ。これね、僕別に芸能人じゃないんですよね。で、コンテンツは何かっていうと、 お酒飲んでうめえ言ってるだけですよ。もう一度言いますね。お酒飲んでうまいって言ってるだけです。しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ食べながらね。お酒飲んでうめえっつってね。それで、サブスクです。でどうですかねお金払います僕に価値を感じない人は払わないでしょうね。でも僕に価値を感じてる人は、まあファンの人は入るわけですよ。で、そこで楽しく、ガヤガヤやるわけなんですけど。 普通では考えられないことが起こるわけですよ。だからそれは普通では考えられないことを僕はいろいろやってきて、体験してきて思うことが、本当に自分の価値を高めれば、うん、売れないものはないと。お酒飲んだコンテンツですら有料で売れるっていうね。で、これはもうね、僕もね、あの、キングコング西野さんがスナック西野みたいな感じでね、お酒飲んだりとかして、なんかあの、僕が見たのが5万円なんですよ。 マジかと。だか一緒に一日一緒にお酒ね、数時間飲むだけで5万円、参加費5万円で売ってて、マジかと。これすげえなと。一緒にお酒飲む5万かと。でもよくよく考えてみたら、キャバクラとかもそうじゃないですか。女の子とお酒飲むだけで金払うわけじゃないですか。<laughs> ね。まあ一緒ですよね。 だからキャバ僕はキャバクラはそんなに僕は価値は感じないんですけど、キャバクラでお金を大金払う人、ホストにお金を払う人っていうのは、そこに行くと価値を感じるからじゃないですか。どうですかね。価値を何も感じなかったら、お金払います払わないですよね。だから人それぞれ価値の感じ方は違います。多分ホスト,、うん、ホストに1000万とか2000万払う人もいるでしょう。でも、旗から見たら、なんでそんな払うのと思うかもしれないけど、その人にとっては価値が非常にあるわけじゃないですか。 価値っていうのはいろいろ分、うん、かんないです。分かんないけれども、自分の価値があ,あればで、そして自分の価値をその発信することができるならば、あー何でも売れるとてことですね。だかあと、だから大事なのは価値をあの、価値を磨いて発信するってことですね。ここに価値があるよっていう。分かりますど,どれだけすごい価値があるダイヤモンドがあったとするじゃないですか。 世界に1個しかないみたいな。ダイヤモンドがあったとして、それ、なんか30億しますみたいな。でも、その30億のダイヤモンドの、えー、場所、どこにあるのか分かんなかったら、誰も手に入らないですよね。どれだけの大金持ちがいたとしても、アラブの石油王がいて、えー、総資産1兆円、そのダイヤモンド欲しいって言っても場所なかった、場所、居場所分かんなかったら買えなくないですか。だから、どれだけ価値があっても、そこの場所が分からなければ、到達できないと。 だから価値を磨きつつ、なおかつその価値を発信するっていうことがめちゃくちゃ重要ってことですね。うん。まあ、ここにね、く広島に久保がいると。<laughs> 広島の久保ですと <laughs> <laughs>、まあ。まあ、まあ、あこまんちのこのやりとりでもね、あの名を上げろみたいな話もしたと思うんですけど、価値を磨いて価値を打ち出せということでございます。いってらっしゃい。